僕も最初会った時やっぱちょっとヤバい人なんかなってあったんで、実際関わらない方がいいんかなと思いました。全盛期の浜崎あゆみ一番僕がやりたかったことだった、はい、なんか以前2人お会いしたことがあるってことなんですけど、その時 何の話をしたんですか。会長の家族の話を、はい、めちゃくちゃ深いなんかこうずっと話してた、はい、うん、すごい深いところの家族まで聞きましたね何をきっかけにあったんですか。あでもなんか ABEX の方がきっかけで、うん、はい、会わさせてもらってって感じでしたね。一生懸命喋ると思ってずっと自分が喋ってた気がする、うん、そうですね、もう9割ぐらい会長の、はい、言ってました、はい、でもこう2回目で、はい、でもこう生配信とかでもう軽くなんかこう触れてもらったんで、うん、はい、なんかもう2回目って感じはしなくなりました、うん、はい、なんかしないでしょ、これなんか何百回見てるような顔してますよ。いやいや、ありがとうございます。会長もヒカルさんの YouTube 見るんですか。見るよ。いやー、ありがとうございます。僕も最初会った時やっぱちょっとヤバい人なんかなってあったんで実際。でもなんか最近こう生放送で、うん、もうなんかあもう違う意味でヤバい人なんだなって分かって、うん、大丈夫なんだなって思いました。はい。もう私クレイジーなんだろうなっていう。俺さわざとさ変な眼鏡かけてたら覚えてる。はい、あ覚えてます覚えてます。あの時どう思ったの。いやちょっともう関わらない方がいいんかなと思いました。俺、はい、今日さその眼鏡かけてこようか悩んだんだけどやめといた。いや僕はやっぱ言ってもなんか何だって僕初めて買った CD 2回目か 2枚目ぐらい買った CD 浜崎あゆみさんなんで、はい、僕浜崎あゆみさんの顔がめちゃくちゃ好きで。なるほど、はい、金髪のショートのもあの時好きで、それでもう一番好きだったんですよ、ずっと。だから結構な CD 買ってたんで、でその浜崎あゆみさんをこう作り上げた人じゃないですか。はい、その時ずっと全盛期の浜崎あゆみ一番僕がやりたかったことだった、はい、夢を叶えてた人なんで。いやそれはすごいですよね。だ時代を築いた人じゃないですか。言っても僕はこう YouTube っていう世界で、まあ、ある種ちょっと今こう時代のこう流れを作ってはないんですよね。作られたレールに一番活躍してるぐらいのレベルなんで、なんかこの母体を作った人なんで、やっぱちょっと希望感が違いますよね。正直ABEX の人と喋ってても会長が暴走するじゃないですか、普段日頃から、うん、はい、それに対してこうなんかこう頭抱えてるんですけど、でもやっぱ根底に全員がリスペクトがすごいんですよ。でも会長はすごいっていう、もう天才だっていうリスペクトがあるから結果的についてくるわけじゃないです か。そこがすごいですよね、このカリスマ性というか。結局そうなんで成功してると思ってないんですよ。まだまだですか。まだですね。まあでも俺は当時ね、昔大学生ぐらいの時に、はい、高校生かな、中山美穂を見ていて、ドラマで、はいはい、こんないい女と誰がやるのかなって思ってた、ずっと、はい、で俺もいつかこんなことできるわけないよなって大学生の時思っていて、まあ、大学の時に会社作って、はい、アーティストと直接話がした。あ、まあ、そっちの方が仕事としてやりやすい。だから、はい、レコード会社だったけど事務所を作った。うーん、そこに ELT だとか、はい、あゆだとかがいたのよ、はい、で直接話せんじゃん。で、はい、中山美穂のことを思い出して、はい、そういえば昔そういうこと思ったなって思っていたらあんなになっちゃった。なるほど。長いっすよね。でも会長の歴史って、うん、僕がだって生まれた時にももうすごかったわけじゃないですか。 C があったわけじゃないですか、おそらくもう30年ぐらい前から、はい、だって令和の時代だっても有名じゃないですか。嬉しいな、褒められて。いやでもやっぱおもろいっすよ、実際こう会長のこう配信とか見てたら、なんでこの人こんな立場あるのに守らないんだろうっていうこう破天荒の極みというか、一番そう慣れたらいいなの最上級を言ってるというか、字で普通は多分守るというか立場が考えてなんか発言もセーブするんですけど、そういうの一切無視してるじゃないですか。思ったことを言ってるだけなんですよ。はい、それ普通できないですもん。なんで。いややっぱ言われるじゃないですか、こうなんか好感度とか世間からの声とかで、散々悪い目にあって、はい、もう30年間いろんな誹謗中傷だ、うん、週刊誌だ、いじめられてきて、はい、もうだったら俺そのまんまですよって言っちゃったらもう別に何も怖くない。まあそれがでも普通の人はできないと思うんで、多分特にもういろんなものを持っている人であれば持っている人ほどできないと思うんですよね。俺って持ってないわけじゃないよ、はい、うん、会社もあるし、 その状態でするのがすごいです。やっぱ会社の人は困ってるよ、はい、かなりもうやめてくれないかなぐらい思ってると思うよ、うん、そうですよね。僕も何度か聞きました、ね、はい、
でも多分みんなもう辞めないって分かってるから、もう仕方なく放置してるんですよね。